都市霊防空システムは中華民国陸軍で運用されている台湾の短距離地対空防空システムである。ハヤレイシステムはトラックやハンビーなどの送輪車両に搭載された4機の TC-1 ミサイル発射装置を使用している。このシステムは独立型の拠点防衛システムとしても統合された地域防空システムの一部としても使用できる。本システムは ミサイルそのものだけでなく、照準、誘導、通信などの要素を含む。1995年に TC-i ミサイル開発計画の副産物として開発された。正確な作動範囲は 9km、18km、4マイルと様々に報告されている。必要な人員は2名で、1名の砲手と1名の観測手で構成される。これは、 操作者の安全性と生存性を高めるため、トラックのキャビンから、または車両から最大70メートル離れた場所にある移動式制御機器から制御することができる。本システムの TC-1L 迎撃ミサイルは赤外線誘導を採用しており、歴史的に台湾の短距離防空ネットワークの主力であったアメリカ製民 -72 システムに類似した設計となっている。これは、 低空飛行のヘリコプター、戦闘機、攻撃機、爆撃機の迎撃用に使用できる。また、移動目標を捕捉できる。本システムの CS-MP9-78 レーダーは、1990年代初頭に開発されたもので、完全なルックダウンシュートダウンが可能な3次元、パルスドップラーレーダーである。 最大探知距離は 46.3km、最大高度は 3480m である。ありがとうございます。